秋田厚生医療センターは、秋田県秋田市飯島西袋に所在する、秋田県厚生農業共同組合連合会が設置する病院である。1932年病院開設。2000年より現在の建物で行っており、名称は2014年から現在のものとなっている。秋田市北部とそれに隣接する片上市、小菓市、五条目町、八郎潟町、伊川町、 大型村に住む約40万人のうち診療圏内人口約18万人余りを対象とする標榜診療科26科、地域包括ケア病床50床を含む479床の急性期地域中核総合病院である。基幹型臨床研修病院で研修センターを有し、ほぼ毎年フルマッチで、 秋田県内の市中病院の中で最多の24人の研修医が日夜研さに励んでいる。2009年2月から地域がん診療連携拠点病院に指定され、秋田県内で3番目のがん登録数を有している。また救急国事病院で2016年度は、秋田県内で最も多い23,171人の救急患者と3,490代の救急車を、 受け入れている。患者中心の医療の実践と質の高い医療の提供を基本理念に掲げており、非創権による外部審査を受け接遇対象を受賞した。また、秋田県厚生連休病院の患者満足度調査においても総合部門優秀賞を受賞し、接遇部門でダブル受賞を達成した。また、地域連携をより層強固なものにして、 地域包括ケア病床の有効利用と逆症解率を上げて地域完結型の医療を目指している。ありがとうございます。